ルシオ・ムニョスは、スペイン・マドリード出身の抽象画家、彫刻家。ルシオ・ムニョスは1929年に、マドリードで生まれた。父親は商店を主だった。兄が一人、姉が三人いる、五人兄弟姉妹の抜歯だった。1935年には、母親が亡くなった。1949年、ムニョスは、マドリードの王立産フェルナンド美術アカデミーに入学し、 美術の学位を取得した。アカデミーでアマリア・ビアと出会い、1960年1月15日に結婚した。同年に第一子を設け、その後3人の子供を設けた。1955年には、マドリードのサラデラ・ディレクション・ヘネラル・デ・ベリアス・アルテスで初の個展が開催された。百五十五年から百五十六年には、スペイン政府の奨学金によって、 フランス・パリに滞在し、アンフォルメル運動に影響を受けた。キャンバスに加えて、焦がした紙や木材など、様々な素材で作品を制作した。アンフォルメルの芸術家のように、キャンバスに穴を開けたり、曲げたり、切断したりした。特に木材で制作した、作品中の技術革新で知られている。焦げ目、掘り跡、大理石のゴミやおがくずのような素材を組み合わせた。 塗料、粉末状の鉱石を用い、疑似絵画と呼ばれる作品を制作した。彼の作品は、アンフォルメルの色合いであり、黒色が支配的である。後年には、他の素材を使用したため、作品のスタイルはあまり攻撃的ではなかった。1964年には、ギリシャ出身のアートディーラー、フアナ・モルドがマドリードに、フアナ・モルドがローを回転させた。 ムニョスはこの画廊の開店から1991年までこの画廊の関連グループに属していた。ベルギーノブリュッセルにある欧州連合本部やマドリード市議会の会議場にはムニョスが制作した壁画が設置されている。ギプスコア県オニャーティのアランツァス聖堂にもムニョスによる壁画がある。ザルツブルクビエンナーレでは宗教美術部門でゴールドメダルを受賞した。ありがとうございます。